はい、どうもスペースサクです。今回はソフコン購入品紹介動画となっています。それでは早速ですね、行ってみましょう。それはこちら、これね、台湾の作家さんのやつなんですよ。今回特別にちょっと貸していただいて皆さんにお見せしようと思ってます。はい、オープンオープンって何や、オープンゲッチ。はい、こういった感じですね。ちょっと僕聞くの忘れたんですけど、これひょっとしたら猫と金魚のソフビ、それと同じ作家さんなんかな。夜先端がこうクリアなってるんですよね。全部っていうかこの一部やってね。でもその特徴があるなぁと思って、ちょっとなんか見たことあるようなないようなみたいな感じですけど後ろにこのチャックのようなデザインになってて、なかなか可愛いなって感じですね。キツネと何かが合体したみたいな感じなのかな。下はこんな感じ、ぐるっと回して結構愛嬌あっていいっすね。で、なんか額にこういった半月模様がついてます。キツネっすよね、この尻尾の感じやったら。で、首は回んないね。どういった感じになってんの？ここの塗装もこれ、クリアで内面塗装になってんのかな、これ。塗装がめっちゃ綺麗なんですよ。結構いいっすね、俺。はい。今回はそのソフコンの台湾の作家さんのソフビになります。これ名前何なんだろう。これ JOSE でジョーズっていうのかな。また詳しい方おられたらコメントください。カニっぽくも見えるよね。はい。大きさ比較としてはちょっと今ソース持ってるの忘れたんですけど、このモーラモーラと若干モーラモーラよりもでかいっていう感じですね。たまたま手元にあった爪楊枝ソース持ってこいって言うんだよねそんな感じになってます。はい、やっぱりね、台湾の作家のめっちゃいいっすわ。次回のソフコンも行くって聞いて、なんか来られるような雰囲気だったんで、また台湾の作家さんのソフビも注目してみましょう。はい。それでは簡単ですが、これで終わらせていただきたいと思います。スペースサークサークありがとうございました。というわけで終わろうと思ったんですけど、もう一ついきますね。今回ブダと紹介しますわ。というわけで次はこちら。
しももくさんの火の消しです。ちょっと僕のあのソフコン動画で見た人ならわかると思うんですけど、これなかなか面白いんですよ。ということで開けていきますね。オープンゲート。はい、開封しました。まずは見てほしいのがこの塗装です。すごいっすよね。これも一つ一つ手塗りなのだそうで、結構大変ですよね。で、漢字の下の方はこうなってます。見えるかな。よいしょ。よいしょ。裏に刻印があって、下目密林って書いてますね。はい。で、面白いのがこう立ってますよね。それがこう足を畳めると。座れるんですよ。ん？サイズもこの手のひらで、なかなか可愛いじゃないですか。さっくんとの比較。この顔がなんかたまんないよね。塗装も凝ってて、こう、足もしまえる。なんかね、ロボット世代からしたら、こう、足しまえたら、こう、なんか合体するみたいな、そんなギミックあって面白いんじゃないかなと思っちゃったりするんですけどね。すいません、ずっと花粉症で声が調子良くなくてごめんなさい。はい。で、まあ。前足だけ立たしてこういった感じもできるし、逆に後ろ足立たしてこういった感じもできます。前足の方がいいね。はい、こんな感じです。というわけで、今回は下目さんのこちらと台湾のこちらのソフビを紹介してみました。あと、これどうやって塗装してんだろうね。それがすごいですよね。綺麗でしょ。で、こっちの塗装もすごいし、両方とも塗装の素晴らしさのある2つのソフビを紹介しました。それじゃあ今回はこれこんな感じで終わると思います。はい、それじゃあスペースさあ、ありがとうございました。おいとおいとありがとう。